お疲れ様です、先輩。よっしゃ、トレーニングしましょうか。まあな。よし、今日はこの大きい岩を動かすトレーニングをするわな。いや、これはさすがに無理でしょう。普通の僕やったら無理やけど、梶場のクソ力、スーパー前田先輩が出たら大丈夫や。いや、小学生みたいなこと言うとるやん。はぁ。おー、出るぞ、スーパー前田先輩、出るぞ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 。いや、兵で取れやないか。お疲れ。お疲れ様です、先輩。いや、先輩の新居ってこの辺なんですよね。まあな。せっかくやし、はい、家寄ってくか。あ、いいんですか。あ、ちょっと今家散らかってるから、はい、片付けるわな。わかりました。楽しみやな。いや、家そこかい。お疲れ様です、先輩。お疲れ。いや、今日も仕上がってますね。まあな。いや、先輩、僕ね、ダイエット本気でやろうかなと思ってるんですよ。樋口くん、はい、ダイエットしたいなら、うん、食事もバランスよくが大事やで。なるほど。確かにね、僕ね、あんまり野菜とか食べずに揚げ物ばっかり食うてますよね。樋口くん、はい、とにかく食事はバランス取りながら食べるんや。いや、バランス取りながらってそういう意味かい。